今回は忍さん回使っていきます。でアンチブロック新しくついて、ハイクロスと中距離貫通拡散、これが新しい友情なんですよね。でこれが結構多分コラボのなんか砲撃型のイメージって強いけどみたいな感じのキャラ個人的には多い気がする。なんかそれ以外のなんか SS とかの追撃とかが特殊でなんとか OK みたいな、その砲撃型の友情って見たら割となんかそんなに強くないよねみたいな感じのイメージ割と強めだったんですけど、これは多分モンスト界隈で見てもかなり高い部類に入るんじゃないのかな。まあ機長とかがいるけど、機長とはアビリティ被ってないからまあセーフ。あとネオは比較に出さないでください、あれは論外あんなもん話に出されたら全ての友情キャラ潰されるんで。はいはい。ちなみに毒のダメージって前どんぐらいだっけ。それもちょっと毒のダメージも見ておきたいな。だからこれをそのままちょっと置いといて、はい。で、右下が、あ、5万毒か。5万毒そのまま、あれ前も5万毒だったっけ ?3 万毒だった気がしたけど、違ったかな?はい。だからすげえ強い気がする。で、まあ、ハイクロスで倒せる。あと、超砲撃だから爆発にしても、結構強いしね。で、あと、機長が強いって言ってるけど、機長超砲撃型の話してるんで、多分、これから始めた人とか、まあ、あんまり戦型の人、まあ、いろんなキャラにまだまだつけなきゃいけないよっていう人は、まあ、機長は割と後回しになってくるだろうから、最初から超砲撃の忍さんの方がもしかしたら使う場面あるかもしんないね。だからこれ、はい。だからこれも多分適当に打つだけで、そうね、倒せるから、意外と友情メインで今後も使われていく可能性全然あるんじゃないかな。で、ちなみにこれ、そこか。ちなみにこれ、砲雷の、確か、はい、はい。これで、これ3人分当てに行った方がいけたかな?前回の重心化の砲雷の時は、これ、10分くらいかかってたんですよね、忍さん使って。だけど多分今だったらこれ、4、5分くらいで終わんじゃないの。で、これハイクロス適当に打ったけど終わる。で、しかもアンチブロックもらったしね。かなり今回の中でも、もともと確か、鬼滅コラボ第1弾の時も、まあ、忍さんか義勇さんのどっちかみたいな話が結構多かった気がするけど、今回は多分、いやでも、今回炭治郎がかなり株上げたからな、SS の追撃いろいろできるようになって、まあ、ちょっとその辺は人それぞれみたいな感じかな。で、これでやってく。あ、そうだ、今日が水曜日なんですけど、明日?まあ、モンストニュースあるじゃないですか。いや、やっぱり牛太郎の超究極かな。でも赤座の超究極がまだ来てないのに牛太郎も、やっぱ発表しちゃうのかな?でもなんか、割と来週のモンストニュースでもコラボ終わるまで期間あるから、意外とね、ちょっと私、初の2回追加あるんじゃないのかなと予想してるんですよね。で、1回目は、その、まあ、多分牛太郎の長距離で、その後半にしたら、やっぱちょっと勝てない人の期間が短すぎるんで、だからその辺でもしかしたらなんか、その、ショッカー降臨みたいな感じで、なんかその、そういうアイテム配る系のイベントを2回目の門入で、やってくんないかなみたいな気がする。つうかそうじゃないと、ホームズとかチンギスさんとかを、なんかわざわざ鬼滅前に実装してきた理由ちょっと思いつかないですよね。まあ、割と期間が空いてたから、その発表から実装まで。それの場を繋ぐためっていう可能性もまあちょっと否定できないけど、ほいほいほい。あ!でもやっぱあれか、周囲には、ちょっとやっぱハイクロスシティンが単体に強い系だからあれかもしれないね。でもこれ割ともう、まあ、SS でいっか。まあ優しい毒で殺しますよ。はい。これでやっていく。で、まあこれも多分全ユーザーが役に立ったって胸を張っているのはアドミニストレーターくらいだけど、多分始めたての人とかあんまり慣れてない人はアンチテーゼですげえ役に立つんじゃないかな。あそこのビジョンベース多分モンスト慣れてなかったら地獄見るような感じになってるだろうから、多分それで助かる人も結構いそうね。で、これはいはいはい。でも忍さんのこのイラストさ、こんなに大きかったっけ?何がとは言わないけど。YouTube にアウト判定されるかもしれないんで、なんかこういうの言うと、YouTube、なんかそのあるんですよね、YouTube。その、YouTube が、その動画にアウト判定出すときに、機械が判断してるパターンと、人が判断してるパターンがあるんですよね。なんかね、あるんですよ。機械が見たか人が見たかみたいなのを教えてくれる機能が。だからこれ、はい。だから機械が見て OK でも、人が見てアウトみたいな、パターンあるかもしれないからね。私それで昔弾かれたことあるもん。ほい。これを横勘で、はい。で、あと、ユーズル多分適当に削る。で、超砲撃だから多分爆発と組み合わせても結構これ強いと思うんですよね。で、あとは、まあ、これ横勘で、はい。
いやでも牛太郎のクエストがもし来るんだったら私予想していいですか。まあ原作再現でやっぱりダキと牛太郎は同時に倒すよみたいなシステムにしてくると思うんですけど、なんだっけ、たまにある加速床とかスピードアップウォールとか使って、その1ターンで防御ダウンし倒して1ターンで簡単に倒せる雑魚が防御ダウンさせてきて、その後スピードアップウォールとかで加速しまくって殴るよみたいなステージあるんですよ。あれをなんかやってくるような気がするんですよね。そうするとまあその同時に倒さないといけないという原作再現もできるしみたいな、なんかそのよくあるクロスドクロ発動させたらなんかボスが防御ダウンするよとかだと一応満たしてるけど、なんていうか鬼のなんていうか回復蘇生みたいな、なんかそういうのを生かしてこないから、毎ターンなんかそれか2ターンに1回かなんかそんな感じでダキ倒して防御ダウンさせてからなんか牛太郎倒せよみたいなで、牛太郎倒せなかったらまたダキ蘇生するよみたいな、なんかそんな感じになると私予想しておきます。はい、だからスピードアップとかのキャラがすごい使われるんじゃないのかなみたいな気はしてますね。でもやっぱこれは本来多分爆発経由してみんなで使うよりも多分爆発一体で殴った方がきっと強いんですよね。まあ別にみんなで殴っても強いけどなんでまあ結構いけるんじゃないんでしょうか。あともう一個どっか行こうかな、なんかこの爆発を使ってなんか強そうなとこ。はい、よし耐えたで、こっからはこの進化コートンでこれ使っていこうと思います。で、ちょっと曹操とかそのところは、すごい地味な戦いだったんで、もう全カットで行きました。で、SS の毒使って、ちょっと削った感じになるね。はい。で、あとは、まあ、爆発経由したら多分回復 M と合わせてなんとかなるかな多分。はい。爆発経由して、誘発して、一気に削って、そうね。で、マップヒットコインと回復なしで毒も SS で直せるから結構いけんじゃないのかな。あ、そういえばこれ新しく来た人このマップ移動中に見せられるようになったんですよ。覚えておいてくださいね。あとはまあ、普通に爆発経由して、まあこの、あれ倒しての、もう即倒せるかんね。で、毒食らっても SS 使えばなんとかなる。で、さらに剣ザコ拾っての友情も出せたらもっと多分すごいんじゃないかな。あとは、剣ザコ拾って誘発して、はい。だから、ここは、機長もいけてるけど、ま、胡蝶もいけるよ、みたいな。そんな、うおぉ強っ。ほら、殴りでこれだけど、で、友情でもこれだけ。だから、誘発したやつ、ま、剣ザコ経由してるからっていうのもあるけど、ま、それですごい、強くなってるんですよね。で、ここでさらに、1.8 倍バフをドンと、乗せれば、これ横の方がいいな。ここで抜けて、はい。ま、少なくとも2体はできる。これちょっと多分きついかな。なんとか加速して、触れられないかな。よし!これでみんなで、友情 1.8 倍。いや、余裕でしょ、多分これ。で、この爆発経由した敵の中に貫通拡散を出していくのが、すごい強いよ、みたいな感じですね。だからこれ、はい。あ、そういえば今、まあちょっといろいろ、うおぉ強い機長もこんな感じだっけ?私、機長ここで使ったことないですよね。あ、こいつら残るんだ。ゲ!いや、それだったらちょっと開幕、いや、曹操も多分倒せるか。確か透明化開幕するんじゃなかったっけ?ボス1手過ぎた。だから開幕に一応合わせられると、やべ、強すぎて無理。あ、でも1頭。あ、ダメだ。ドアがいてもこれ毒で死ぬでしょ。一応だからここを真横間でやり過ごして、機長で抜けることができれば、はい。真横間でベネットで抜けられればもうそれで OK。なんでそこ入んの?ほぉ!そういえば今最近コロナが最近なんかそのロシアとウクライナの件であんまり言われてるかどうかちょっとわかんないけど、いやついにね、私の近くにも忍び寄ってきましたね。私のいとこの家に今家族内クラスターって言うんですけど、こういうの、まあ、流行ってるんですよね。だからいやちょっと前5日間ぐらい前になんか最初ばあちゃんがなんか体調悪いからちょっとお見舞い持ってったんですよね。その時に行ったからもしかしたら私にも移ってる可能性はちょっとなきにしもアラズンバみたいな感じのとこある。ちょっと待って、これを、まあ、とりあえずこっちから出しといて。はい。なんで、まあ、急に、私の動画投稿が、まあ、出なくなっちゃったら、まあ、そういうことっすね。で、これで、まあ、曹操を倒すのはちょっと遅れるけど、まあ、多分、毒で勝手にいけんじゃないか。だからこれほら、透明化して、本当はこの曹操とか全部倒さないといけないけど、
横勘で下がって上がってたらいけたな。みんなの毒直し、はい。だけどこの間に削れると、まあ、これが胡蝶忍のいいところですね。貴重忍にはできない、はい。でこれ倒したら多分友情で多分消し飛ばせるんでしょうけど、そうそう倒したら、あーでこれはまあ剣雑魚拾っといて、はい。でまあ削って倒しました。うん、これ多分あれだな、倒すな友情で童話がいても友情、あでもこれベネットアルファか、じゃあ大丈夫でしょ、はい。剣雑魚もないし、あー剣雑魚経由しなくてもこんなになっちゃうのねまあこういう毒でまあ無敵化状態でも削れるよっていうのが忍のいいところだから、これはなんかいいとことどっかであるんじゃないんでしょうかと期待しておきたいですね。終わります、ごきげんよう。